来てる自信がね少しあるうわっすごい顔顔にめっちゃある最近私も最近すぐ寝落ちしてる今起きてるの奇跡 <laughs> 早っ寝るのミラコスタの話か行ってみたくて行ってみたくて是非来て下さいよ寝てると思いますいやおっ頑張って起きる方あっ 起きるいや起きてほしい私的には明日バイトだから絶対起きてないいやそれはもう寝ましょう私もなんかこの1か月間もうめっちゃ早寝早起きというか結構寝不足が続いとってで今日めっちゃ寝寝たんですよけどめっちゃ寝たのにもう昼寝しちゃってて1時間だけやけどけど 眠たいすごくあお話し会のじゃあちょっと発表しちゃおうかな閉めたあてかおごめんなさいあの遅れちゃって配信2分ぐらい遅れちゃったなんかしようと思ったらね画面が真っ暗でねできなかったんですよごめんなさいすいませんごめんなさいじゃあ発表しちゃっていいですか フロンティアの話があった,った方結構いてはるあれどんな感じでなるんや,のなるんやろうねレーンぜひ来てくださいよいですかじゃあまずちょっと待ってちょっと待ってちょっとっまあこれがねうわう丸見えやなどうしようどうしよう まずこれが発表されるこれまず7月4日が生誕 T シャツなんかねこの前のお話し会のお話し会の時に生誕 T が出来上がらへんくてあの7ヶ月遅れの生誕 T シャツを着ようと思いますそして7月18日はおここと恐る子でしますもうね買ってるんですよ未来たち2ヶ月ぐらい前かな 1, 2ヶ月ぐらい前に買いました これめっちゃお二人でショッピングしてた時に「この服めっちゃかわいいんやん」って言ってねこれお話し会で着ようって言って買ったんですよ是非着てくださいで次こっからが発表してへんやつ発表してへんやつ見ま行きます7月20あ待って待ってもうちょっと待ってもうちょっと7月23日浴衣来ます これは祝日祝日なんですけど浴衣を着ることにしましたまた、あ、祝日とかあんま関係ないんですけど祝日でも着てください是非浴衣はねあのー、未来はもう数年着てないプライベートで浴衣いいでしょ未来もう決、ま、お話会決まった時から浴衣着るってもう決めてたんですよ私。 浴衣が浴衣を着ますそして次7月24日ちょっと待ってくださいねはちょっとこれねずっとやってみたかったねコスプレをねしようと思いますで78部で幼稚園児コーデに9部で ストトリート系のファッションにななろうと思いますなんかね私 NNB 入ってというか人生でねあの幼稚園児コーデをしたことがないんですよ幼稚園児コスプレかコーデじゃないねコスプレじゃないかけどなんかねメンバーとかしてるのを見たらもうめっちゃしたいってねずっと思ってたんよだからちょっともうね高校も卒業してもう社会人やし社会人があの幼稚園になっちゃうぞって。 これねずっとしてみたかったのをもうしちゃおうって思ってします。そして次、八月七日。八月七日は七八部で清掃コーデ、九部で夏パジャマになろうと思います。ぜひ清掃コーデはあのねいろいろ。 まあ、まあ交互期待ということでぜひでキューブはねもう寄り足ちょっと夏パジャマになっちゃおうって思ってそんな感じですで次最後8月8日オンライン話し会最後の日ですね最後の日がねこれも。 9部は夏パジャマも一緒で七七八部は大人コーデになろうと思いますぜひ皆さんスクショお願いしますちょっと反転もお願いします眉毛だけ写ってるんじわるなぜひスクショ今スクショタイムですスクショしてくれはった ぜひ、これになろうと思うのでぜひ来てくださったか <laughs> 無理やったあ反転してへんねんやそうなんやよかった反転してへんかったかグッチョブになろうと思うのでぜひまあいろんな未来が見れるんだよということで。 お話したいお話し会告白の空報公演で目の前でレッスンも,もらってやられて <laughs> お話し会ってたとから楽しみにしてるねんねんありがとうございますなんかねめっちゃねこの頃思うのが、ね、お話し会って楽しいなって <laughs> 思うよねあなんかね楽しいしマジで 楽しいんよお話し会けどあと1ヶ月も一か月2か月以上あらへんよどうしよう <laughs> 2か月以上あらへんよ最悪って話なんですけどなんかなんやろううんここでたくさん受付終了を出して。 次のシングルにつなげたいっていうのがすごくあって何やろなんかファンの方がその私の部数を見て悔しいって言ってる言ってくださってる方が言ってくださってツイートしてくださってる方の見てもっと頑張らなあかんなってめっちゃ思ってなんか未来のファンの方ってなんか 自分のことのようにうれしんでうれしんで間違えたう喜んでくださったり自分のことのように悔しいことがあったら悲しんでくださったりしてすごく優しい方なんですよそんな方そんな方々そんなファンの方を悲しませちゃったんやと思ってでもなかなかなんやろなんかやっぱりラジオのお仕事やったり そのたくさんのだんだんとやっぱり任せていただいてるお仕事は出てるからなんやろ踏み台っていうかお話し会うんなんて言えばいいのやろ難しいすごくなんかお話し会が全てじゃないっていうのはあるけど。 やっぱりここでたくさん受付終了を出して次のシングルにつなげたいっていうのがすごくあって何やろとりあえずまあ自分が頑張るしかないんですけどもっと他の難しいめっちゃ <laughs> けどね悔しいんですよめっちゃ自分もねめっちゃ悔しいんよもう場には送ったんですけどもう正直めちゃめちゃ悔しいんよ まけど、私の実力不足やからあれやけどなんかもっと頑張らなあかんねんなーって思いますたまにねなんか難しい <laughs> まけど一番はそのファンの方と楽しい夏の思い出を過ごせることが一番の未来は嬉しいから。 夏の思い出ね、2021年の夏の思い出を私と作れたらいいなと思うしなんかねこの頃しんどいなとかまあアイドルがあんまりしんどいとか言ったらダメなんですけどしんどいな辛いなって思う時がね結構あったんですよ。その時になんかふとこうファンの方のね顔がね思い浮かんでなんか。 よく DM とかでねたくさんなんか「未来ちゃんがいるから私頑張る私とかなんか未来ちゃんがいるから頑張れてます」っていう声をたくさんいただくんですよ DM でとかもその d m 以外でもそのインスタの DM とかやったらその私と向こうの送ってくださってる方しか見れへんから結構 DM で長文とか,なんか送ってくださって。 なんかいつも自分はなんかね自己いつも自分はなんか私なんかがって思ってしまう部分がすごく多くてなんかいつもはなんか私なんかがってねずっと思っちゃってたんですけど前回のオンライン話し会で全日程受付終了をになってめっちゃ自信も持てたしだから次は次のシングルでは絶対部数追加するぞって。 持って絶対に部数追加っていうのを出したいです私は。アイドルの力ってほんますごいよねいやー嬉しいなんかけどねそうなんやろファンの方が私を見て頑張れるって思ってくださってるのと一緒で私もファンの方がなんか。 ここんなことあったけど頑張ったよっていう報告とか私もそれ聞いたら自分自身もっと頑張ろうって思えるし何よりほんまになんかほんまにねなんか思うのがねやっぱこのラジオのお仕事とかもまかせていただけるようになってファンの方がおおへんかったらアイドルって成り立たへんねんなって思うんですよ私。だから未来が未来のこと応援しようって。 思っっててくださるる方がい,るがいる限りマジで自分最強っっって思っとってだからもっと未来がなんか素敵なステージになったりもっとたくさんお仕事を任せていただいてる自分をファンの方に見せてなんか嬉しい気持ちに一緒になってもらえたら嬉しいなって思ってて何よりファンの方が一番大切やから。 これからもね一緒に頑張りましょう。は <laughs> じめまして。はじめまして。お互い頑張り合って支え合っていこうね。ミラクがいる,かいるから毎日の力になってる。ありがとうございます。なんか未来ね。<laughs> だからなんやろ。N プライド公演初日の時に毎日アイドルしてたから練習の合間に15分だけショールームしてたんですよ。でもそこでも、もそこ もう1日その15分以外はねもうほぼ休憩してなかったんですよけどご飯食べるついでについでじゃんついでっていう方はあれですねご飯食べてからショールームしてたんでしょ毎日のルーティーンがその時にで15分なんか癒しというかこういいめっちゃ休憩時間っていうかねなんかだからファンの方がたくさんコメントでね 頑張っっっってててねいいうコメントを見てめちちゃ泣いちゃ泣たんですよもう私その時のその時のコメントもう一番忘れられへんめっちゃうれしくて頑張ろうと思えたしその「M プライド」初日の時が結構ファンの私のファンの方がねめっちゃ入ってくださってたんですよでもなんか初日で結構期間がなくてなんかその時めっちゃ心強かったんですよファンの方が 見守っっってててくださるるから私いけるってあんまりそのレシとかは送れへんかもしれへんけどファンの方が私のことを見守ってくださってるって思って初日をね無事に終えれたから終えれたし終えれることができたっていうかなんか楽しかったなって思いますすごく。だからやっぱりアイドルはねファンの方がおら,おらへんかったら成り立たへんから。 こんんばはよし、なんやろうね、なんか、なんかね、ナンバトルを通して、なんか、すごく、なんか、変われたというか、なんか、変われたんですよ、自分が。めっちゃ、ほんまに。 めっちゃ変われたんですよなんか変われてるかどうかはやっぱりこばはやっぱり他の人が決める大人の方やったりファンの方が決めるかもしれへんけど自分自身すごく変われたなって覚え思えてなんか変われたなと思ってもっと n n b で頑張りたいってねめっちゃ思ってて思えるようにもっとなったんですよ。なんか やっぱり私なんかがって言ったらダメやなって思ってだからその「何バトル始まるまでは選抜に入りたい」とか「あれしたい」とかもね言えなかったんですよやっぱりなんかファンのあの「私なんかが」っていつも思っちゃっててでも今は選抜に入りたいって。 言いたいというか言わな何も始まらへんなって思って入りたい意思を見せつけようって思ってて見せつけようって言い方もあれやねだから入りたいですっていう意思をちゃんと皆さんに表明したいなってずっと思ってて「ランボトル」が私の中でかなり自分の自信とかもっと頑張ろうって思えたなって思って。 だから絶対に私はね選抜に入りたいですこんばんはもうねこれはなんかね近くのメンバーさんがなんか選抜に 入っててるのを見てもっと近づきたいって思ってまだそんな存在じゃないけどそんな存在じゃないって思ったらそんな存在じゃなくなるしなんか何倍があったら何倍があってたくさんのファンの方に支えられたら選抜入れるんだぞっていうことを表明したいです私は。 だから皆さんも私のことを信じて一緒にこれからもね頑張って私のことを応援してくださったら嬉しいなってすごく思いますけどねあのツイートはめっちゃめっちゃめっちゃ勇気入れましたほんまにあれはねツイートするかめっちゃ迷ったしツイートしていいんかなと思ったけどやっぱり。 ツイートしなくちゃ始まらへんからら始まらないんだよなので頑張りますちゃっかりもう固定のツイートにしちゃってるからねあの「選抜入りたいです」っていうツイートもう固定にしちゃってるからなんか昇格の時もね 同期が昇格した時もあれだったんですよあのツイート固定にしてた「こんばんは」知ってますかやっぱ知ってはるかファンの方 <laughs> 嬉しいなんか何やろ未来なんかね表現 するのがめっちゃ苦手やから表現というか自分の気持ちを伝えることがめっちゃ苦手やから頑張りますいっぱい伝えれるようになんかやる気はね誰にも負けへんやる気とナンバーはね誰にも負けないのでなんか 4月にいろいろあって改めて NNB のことを考えてもう自分の中で一番一番は NNB やねんなって実感した月でもあってすごくだからこのねこの気持ちを忘れずに初心の心を忘れずに頑張ろうって思います おじさんも苦手です <laughs> あ苦手な方結構苦手ってコメントしてくださってる苦手ですよ難しいですよねそんなんだから人の気もなんか自分の気持ち察しろとかもさできへんやんやっぱりやけどなんかねやっぱやから察しろって人のだから人って何考えてるか分からへんから だからちゃんと選抜に入りたかったら選抜に入りたいですって言うべきやと思うし <laughs> こんばんは <laughs> 言うべきやと思うしこのねコツコツの努力があのつぼみがいつか開花する日が来ますように <laughs> 今はちょっと新公演が忙しいので。 けど、新婚縁もね、絶対いいものにしたいから。頑張りますけど、今はいろんなことに。頑張ります。皆さんにね、たくさんいい報告ができるように。待っててくださいね、報告するの。こんばんは。お花がかゆなんか、 だからファンの方もね是非宣伝ツイートとかをねたくさんしてくださったら嬉しいなって思います。なんかなんだろうね私はねなんか思い描くというか,なんか未来のファンの方ってめっちゃ優しい方しかおらへんからなんかさっきも言った通り未来が辛いことがあったら一緒にね落ち込んでくださったり未来が嬉しいことがあったらいっぱい喜んでくださったりして。 けど今はファンの方にあの辛いというか悔しい経験をたくさんさせてしまってるからけどいつかこの辛い気持ち今は辛いことが多いかもしれへん悔しい辛いことが多いかもしれへんけどいつかは絶対ファンの方にめっちゃ嬉しいって思っていただけるようが来るように頑張,る頑張ってるから。 たくさん一緒にね辛いことも一緒に経験してだから嬉しいこともたくさん一緒に味わえる日々にできたらいいなってすごく思いますね嬉しいことを、うん、こん,んは待っててくださいねいっぱいい報告ができるように頑張るからファンの皆さんに その時はもう特大に特大に喜んでくださいね特大に特大に盛大に喜んでください <laughs> もう盛大にねもうツイート自分のオタアカっていうの自分の未来のこと応援してくださってるツイートをもう荒らしちゃってくださいもうねフォロワーさんがなんやんこれツイート多すぎるんやフォロー外したろかって思うぐらいフォロー フォロー外しちゃうって思うぐらいツイートしてくださいいっぱい特大に喜びをお願いします盛大に応援しますありがとうございますもう特大にね <laughs> おいい返事ですありがとうございます笑顔ええなほんまにうれしい <laughs> タグ #NNB」とかもつけてください <laughs> 特大にね <laughs> ココツコツちょっとずつかもしれへんけど <laughs> エンジョイするぐらい盛り上がれのふりもうそれ以上のふりあれやでうそれ以上に盛り上がってください <laughs> 任せたでそのいいなーってえツイートツイート参戦ですか是非してください未来星じゃない方も是非いっぱいツイートしてください <laughs> 未来星じゃない方も特大にツイートしてください いつもありがとうね、大声。届いてますよ。激しいぐらいに行きます。ぜひそこはお持ちの論。ハッシュタグ n g 4とぜひ忘れずにね、ハッシュタグも。で、ハッシュタグ中の未来も忘れへんように。あの未来が、あの、あれ、あの、エゴサーできひんくて、あかんから。ミラコ久々やな。やっピー。こんばんは。 ぜひお願いしますねまたけどちょっとゴールデンウィークはちょっとあんまりショールームはできひんがなって感じですミラコと一緒に喜びたいよ喜びましょう一緒になんかあれなだっけなだっけ忘れちゃった <laughs> あれ 忘れちゃった言いたいこと忘れちゃったよあそうあれやあのあれあれ何だっけあれ,あれあれ、えー、あれえっとあれ公園そう公園公園公園, <laughs> 公園です公園忙しくてほんまに未来ね不器用なんですよ ニコのことをいっぺんにできんっていうまあ、けど合間塗って頑張るので練習昨日も汗だくになるほど頑張って夜中,夜中まで練習してそこから朝早く起きて練習して忘れてた「忘れぼちゃんや」やいいように言ってった「忘れぼちゃん」とかなんかねめっちゃこの頃ね思う ことがあってなんか私 NNB がねほんまに大好きなんですよ。で大好きでメンバーさんのことも NNB のことめっちゃ好きやけどメンバーさんのことがねめっちゃ好きなんですよ。ほんまに好きでだから仲良くしてるしてくださってる先輩とかを見たら。 なんかねその先輩に近づきたいってすすごく思うんですよなんか NLP ほんまに偉大な先輩しかおらへんからそのその偉大な先輩になれるように頑張りたいって思うしその先輩に近づけるように頑張りたいって思うしその先輩と一緒に偉大な先輩方と一緒にお仕事ができるように頑張りたいって思うんですよすごく。 から頑張るんですいや頑張るんですいミライね推しメンにはデッキにちゃんとウーカさんとモモネさんをあのセットしてたんですけどほんまに時間なくてほんまに時間がなくてほんまに時間がなくて全然マージャン1回ぐらいしかできなかったんですよ。 ファンの皆さんも未来なんか未来のファンの方もめっ「めちゃめちゃ頑張ってる」って言ってはってもう素敵って思った何倍が見れましためっちゃ桃音さんの写真集楽しみ昨日かなおとついおとつい百音さんとお話ししましたよ桃音さんの桃音さんとお話ししましたあ百音、ね、うん けどなんかファンの方もお疲れ様でした2か月間うんこんばんは皆さんこの頃しんどいこととかないですかしんどい時はお互い様です未来もアイドルやけど人間やからたくさん辛いこともあるし 時を一緒に乗り越えていきましょうね。一番私は。アイドルの中でもファンの方。となんか身近なアイドルやと自分で思ってるから。ぜひ。悩み事も。打ち上げてください。なんかしんどいというか、悩むことがたくさんある。めっちゃ。悩みますよ。なんか。 どうしたらもっとうまくいくんやろうとかたくさん悩む時があります。ミラコでも。このミラコでも。こんばんは。めっちゃ元気なんかもっとファンの方 DM 送ってくださいよ。未来惜しいの方も未来惜しいじゃない方もウルフカットにするか悩んでます。ウルフカット 調べようウルフカットって何やろ <laughs> あーいやこれはやめときましょうウルフカットはやめときましょうだって伸びてきた時なんか中途半端な長さになっちゃうから ウルフカットはやめときましょう DM 送ってくださいえ DM もっと送って皆さん DM 送ってほしいもっとなんかねあの私間違って何だっけ承知やったっけ認知やったっけ承知なんかあの の鍵鍵,鍵鍵鍵鍵赤じゃないアカウントっていうかなあれなんか DM 来たらなんか承諾しますかみたいなのが出てなんかこの間違ってあの手があのうん承知ってもこれうん漢字読めないこれ漢字,い漢字読めない漢字読めないこれなんて読むのこれ。 何て読むのこれなんて読むのこれそうそうそうファンの方が送ってくださってる承認か承認です間違って承認を押してあのね承認ってマジであの手マジで当たるようなところにあるんですよでなんか承認を押しちゃってなんかファンの方が承認を押したら私のところにちゃんと通知が行くんですよでなんかなんかいっぱい送ったらそれも私ね23人間違って押しちゃってるんですよほんまに申し訳ない あのね、マジであの手ほんまに当たるんやあそこの場所で気をつけてたんやけど押してしまってなんかファンの方見るだけさこう承認をしたらね既得がつくんですよでなんかファンの方も「えなんで既得ついてるの?」ってそさ困惑しやはるやんででもなんか通知ってなんか「うるさくない?」とか DM で来てるんですけど全くね嬉しくねないんうまた「嬉しくない」っていうそれ言葉間違えてへん 間違えた間違えためっちゃね、そうなん、迷惑じゃないし、全然。むしろ送ってほしいし、むしろ皆さんももっと送ってくださいって感じ。日記ぐ、日記ですかってぐらい、DM 送っていいですか。もう日記通り越して、なんかもうメモ帳、私のアカウントの DM、メモ帳、メモ帳代わりにしてますか。メモ、メモ帳代わりにしてますかっていうぐらい送ってください。 www って皆さん笑わないで承認をしてくださってる方がここで今見てくださってるんからちょっと今やばい間違いしてしまったほんまに間違えた間違えちゃったよ今メモ帳代わりにしてくださいほんまにでなんかあの辛いこととかあったりそう豚肉 300g 買うとかぜひしてくださいあんまり送らない方がいいと思ってましたその考え間違っています 明日買うもの送っとくのうん、全然送ってくださいマジでメモ帳代わりにしてほしいメモ帳代わりにしてほしいぐらい私はね送ってくだ送ってほしいと思ってるんよなんか前にもなんかボソっともっと DM 送ってくださいって来たけどあんまり変わってへんくてでもやだ「やだやだ!」とか肝自分 <laughs> えダメやと思ってた皆さん No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 ! とか間違ってますよ皆さんもっと送ってくださいえ大学の授業はないよとか送っとく、ね、ぜひ送ってほしい初めて送ってみるえ送ってえいいのえ送って仕事しんどいとかでもその仕事しんどいとかこの頃の悩みとか送ってくださったらめセレパシーで返すしやけどなんか辛いこと 送送っっててほしししいし嬉しいい嬉こともねもねちろん送ってくださいなんかなんか嬉しいこともいっぱい送ってくださいなんか「今日こんなんあった」とか「これ楽しみ」とかだからなんか「この日デートするんだ」とか「この日友達と遊ぶんだ」とか「この日は一人でお買い物」とか「この日は教習所」みたいな感じで先送って嬉しいありがとうございます。 テレパシーでお悩み返しますよ。ぜひ、あの、ほんまにマジで送ってほしい未来、マジで送ってほしいよ。なんか、そんぐらいで私ね、ファンの方のこと、めっちゃ好きなんよ。皆さん、気づいてるよね。うんまあ、気づいてるのは知ってるけど、もっと、めっちゃ好きやねんでって、一番大切やねんでっていうことを、ミラコは伝えたいんよブンブン ストーリーのリアクションにスタンプだけでも OK。全然それはいいでしょうけど、なんかまあ無理して、あの無理してなんかもう送るのはね、あんまり良くないと思うんですけど。送ってほしい未来は。送れーごめんなさい、送れとか言っちゃった送ってください。うるさくならない。全然うるさくないうるさくていいんですよ、むしろ。むしろうるさくしてくださいよ !DM を。インスタ DM ですよ。Twitter は送れへんから。じゃあ一番私が、 これじゃあ初公開のこと言っていいですかあのポエムでもくっとくかぜひ <laughs> 一番私がいやこれはちょっとあかんなまだ言わんとこいやー <laughs> これはちょっとまだ秘密にする話にしようだけどこんなん気になりますよねお話からとってもいいですかそんなそんなぜひぜひと <laughs> ってください になる私ねツイッター乗っ取られたことがあるかもしれないんですよ <laughs> ツイッターが乗っ取られたことがあるかもしれないんですよなんかねある日急にある日ね私間違えてあのツイッターねあの DM を送れないように設定しなくちゃいけないのにある日 DM が送れないように設定ちゃんとなってやってたんですよ私何もしてへんのにびっくりー <laughs> って思ってなんか一応パスワードとか変えてやったんやけどどうやねんやろどう思うこうやって言っていい話だいぶやばい話よねまあけどなんか変なツイートとかはもうされてへんかったしいいかなと思うんですけどまあ パスワードって大切やなって思った <laughs> あもともと送られへんように、ね、されてたはずよあそうなんよあそうですって <laughs> 私の思いすごい思い過ごし <laughs> パスワードパスワードちゃんと皆さん難しいのに設定しときゃ未来死ぬほど簡単やった 死ぬほど簡単なパスワードにしてたあそうなんやえマジえじゃあ何やってんやろ未来のバグあれバグやったんかなえマジ,マジマジマジ遅れ遅れるようになってたけどある日突然遅れへんよ遅れなくなってたからでなんかバグかじゃん バグこんばんはえなんか乗っとったよっていう方いますか <laughs> 未来のインスタインスタじゃないツイッター乗っとったよっていう方 <laughs> います <laughs> ここにおらんおらんかそんなん言うわけないはいってコメント来とるがな <laughs> はいってなんで複数人から来てるねん <laughs> おいおいおい、二人、二人から来てるぞ、今。はい、三人。待て待て待て。出てくるかな結構出てきましたね。結構出てきたわ。結構、結構出てきたな。めっちゃ送っとるやん、はーいって。はーいじゃないね、はーいじゃないね。<laughs> 共犯 <laughs>。じゃあ、俺もじゃないねじゃあ、じゃないねこんばんは。 一 <laughs> 回だけじゃないねん <laughs>。乗っとったような気がしたじゃないねん <laughs> ちとね。ちゃうねの気がしたで乗っとったらあかんねんそれ。びっくりするわ。びっくりしたわ今。びっくり仰天。実はじゃないねん。間に合うかな。うん。間に合う。あかんねん間に合ったら。ごめんね。いいよ。<laughs> 面白いわ今の「バレました」じゃないねん <laughs> 面白い「ミラコティンは他のアカウント載ってたことはないよなないですよおもろいめっちゃおもろかったお大喜利かい <laughs> 載っとったのバレちゃったかじゃないねん <laughs> 多分じゃないねんなうん 乗っとったら未来に DM 送ろうかなうん乗っとらんと送ってほしいねんなやっと気づいてくれたかじゃないねんな <laughs> びっくり仰天やみんなセンスあるねセンスあるわ <laughs> だけど <laughs> あのじゃあ私のめっちゃ面白い,いや間違えたお,お話しする前に未来ね めっっっちちゃゃ面白い話ってすすぐ言っちゃうんですよそれ言ったらあかんって思ってたのにね言っちゃったあの未来のあの小学校からめちゃめちゃ仲いい友達がいてて小学校からずっと仲良くて高校も離れたんですけどもうほはれ離れなのとかも関係なしに、ね、ずっと仲いい子がいてたんですよいってたんですよじゃなくてるんですよ今でも仲いいんですけどなんかその子がある日急に <laughs>「 ヤマハのバイクを見つけたんですよヤマハってわかりますかあのヤマハヤマハバイクヤマハバイクあるじゃないですかヤマハヤマハ音楽なんとかのヤマハさんのバイクがあったんですよでそれ友達が見たら楽器楽器弾けるって言い出して 面白くない。<laughs> めっちゃ面白くて、未来も,もうめっちゃ積もっちゃってん。ん <laughs> それだけ。面白くない。<laughs> 面白くない。あんまり。<laughs> あれ。う <laughs> もそれにめっちゃ積もってさ。どういうこと。<laughs> めっちゃっ山張って書いてたんですよ、バイクに。 でそれ見て面白い <laughs> それ見て友達が楽器弾けるって言い出して面白くないもうこれめっちゃ面白くて <laughs> めっちゃおもろいわー思って <laughs> 面白かったーっていう話ごめんなさいあんまり分からへん話やったねめっちゃおもろかったわ一生忘れられあれ ごめんなさいまだ未来花粉症ヤマハのバイク乗ってたよじゃあ私それいじらなあー面白いこれが一番おもろい話これがおもろい話なんですパンダパンダじゃあランキング発表しますみーちゃんランキング発表します 九やけど。十三位ヤマトシさんありがとうございます。十二フにーさんありがとうございます。十一チョンポンさんありがとうございます。十位元気百倍しゅうしゅうさんありがとうございます。九位年間のたかさんありがとうございます。八井聖宏さんありがとうございます。七位大阪のひろしとやさんありがとうございます。六位アキラ二パーセントさんありがとうございます。五位日向モコさんありがとうございます。四位不真面目サラリーマンさんありがとうございます。 三位オントモさんありがとうございます。二位トモさんありがとうございます。そしてこの第一位はダーンバタコさんです <laughs>、まありがとうございます。すごいバタコさんってなんかあれあれやんねアンパンマンに出てきましたよねバタコさんってスペシャルギフトを送ってくださった方。 大さんありがとうございます。おがっちさんありがとうございます。ひごもっこしさんありがとうございます。ふまじめサラリーマンさんありがとうございます。ともさんありがとうございます。ごんちゃんさんありがとうございます。ジャックさんありがとうございます。おんともさんありがとうございます。さひろさんありがとうございます。よしあなさんありがとうございます。ともさんありがとうございます。大阪のひろしだよさんありがとうございます。あきら2%さんありがとうございます。みいみんさんありがとうございます。ひごもっこしさんありがとうございます。 わたこさんありがとうございます。ヤマトシさんありがとうございます。ホントモさんありがとうございます。ありがとうございました。<laughs> やっぱり <laughs> やっぱり, <laughs> や,っぱり <laughs> やっぱりアンパンマンに出てくる来る人はやっぱりね。 未来もうちょっとなんかねあのマジで今からマジでやらなあかんことマジで大量にやるから頑張るけどもう眠たい <laughs> 眠たいけど皆さん26時から是非私の初出演のてっぺんラジオ聴いてください寝たいかんでーおやすみ言っちゃった間違えた是非聞いてくださいまたね皆さんバイバイ コメントに欲しいスペシャルギフトにカウントもありがとうございました。ぜひオンラインお話し会受付中なので、ぜひ来てください。私と楽しい時間を過ごしましょう。夏の思い出作ろうね。じゃあね、皆さん。ありがとう、来てくれて。バイバーイ。おやすみー。おやすみじゃないねんね。とわあかんねん、まだ。バイバーイ。またねー。